こんばんは。Vスポお日様担当白波ラムネと、Vスポじゃないけど間違えた。今本当につられたつられた。マジでつられた。コノリ担当ボブサペムよ。よろしくね。みんな。あれちょっとお姉なん。ボブサペムよ。日本負けちゃったね。惜しかったね。PK ね。そわそわしてたわ。アドリナリンえぐいらしいみんな。サッカー負けて落ち込んでたけど、エイム君は熱い。エイム君熱いらしい。マジか。君の心にもゴール入れちゃおうかな。誰誰すぎだろ。行くぜ。アルティメット行けるぞ。さあ行け。どうやろ。刺したわ。出よ。ナイスよ。ナイスよ。また折れる。ストライク設置。いいで怖すぎん。あ、いる、サバサバ。うわ、やば、これあれにいるわ。こっち、降りた。だ。敵、ちょっと残り1名。見て、この不動のラムネ。どれどれどれ。ドンピすぎる。あまりにもドンピすぎる。泉さんスーパーチャットありがとう。攻撃し始めるんかな。この確かに弓矢は違うね。いやしないよ。しない。ずっとあそこにいるのに。だってドンピでいいんだもん。それはそう。そうよ。そうよ。あそこでピークしてキル取りに行くのは良くない。一人二人だったらいいよ。全員はダメ。およ。縁の下の力持ちのことね。およ。でも洗う時は出た方がいいんだよ。きっと本当は。きっと本当は。きっと本当は天ぷら食べ天ぷら天ぷら天ぷらがなんとかドローン展開。幸せの天ぷら危ない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 。天ぷらを食べて天ぷらを噛んで抜かれた。幸せのテンプレートの上に天ぷらを乗せて天ぷらを食べるよ。天ぷらを食べたら天ぷらがやったわ。かっぱれるよ。ねえアホすぎるって。天ぷらのエビがぴょんぴょん飛んでる油の上で一人倒した。油の上で天ぷら油が熱くてエビが飛んでるよ。そしたら泣く天ぷらも天ぷらすらもありゃまめてはいられないまま。天ぷらあげたご飯の上にのせてタレをかけるよ。エビを食べたらご飯しか残らなくて天ぷらのタレご飯になった。タレご飯がうまい。天ぷらなくてもうまい。エビがなくてもイカがなくてもかき揚げなくてもおいしい。これ天ぷらの歌のせいで負けてるって。ねえ。ありのままではいられないまま。天ぷらにあったらエビはありのままにもいられないよ。その天ぷらの上に天ぷらを乗せて天ぷらも乗せる。そしたら天ぷらの上に天ぷら乗せて天ぷらの上にまた天ぷら。遊びたいのか。天ぷらタワーバトルができちゃったお前が。あ、やられちゃいそうでも帰ってく。テレポートで一個で帰ってく。あ、行きましょう。ね、負けるって俺ら妹で行くんだろ。ドローン展開。ドローン出しちゃうよ。天ぷら。天ぷらに囚われた人いるって。多分 B が多い。もう
ペンにやられてく。ボブサップエイム。悲しくなったから天ぷらをパクッと食べたら元気なる。天ぷらに取り憑かれたボブサップエイム。朝昼晩全部天ぷら。胃もたれしてデブになっちゃう。で、キビできる肌も荒れる。最後の一人だ。コレステロールやばい。うるさい。この10分間天ぷらしか喋ってない俺ら。喋ってる内容。でもさ、でもちゃんと仕事はしてるよ。大丈夫。バイクを設置。わあ。うわあ。うまい。トリプル。どうまい。どうまい。どうまい。命乞いさせてやる。どうまい。ラムネさん燃え越してよ。おはようございます。なんか篠宮さんに似てね。おはようございます。あ、似てる、あ、なんか似てるっていうか萌え声かも。先輩。それはもう寄せとるやん。遊びたいのか。相手に。誰言ってめっちゃ似とる。本人おる。これ買ってもらえるんじゃない？あの。スパイパーに。ありがとうございます。シドミヤさんいる。アセンダントタイにアセンダントのシドミヤ。アセンダントミヤいる。アセントミヤいる。アセトミヤいる。アセミヤ。アセトミヤルナいる。アセミヤは違うでしょ。そうか。 A いる。うわー、トンマアタッカーの勝利。ドマ呼んじゃっていいの、ここに。うん、いいよ。超ビッグゲスト来るよ。そうです、さっきの DM の内容は超ビッグゲストが来るという内容でした。もう緊張してるでしょ今。え、マジで緊張してる。喋れるかな。大丈夫じゃない。いける。いけると思う。優しい。優しいよ。本当。いや俺もけどちょっと緊張してるもん正直。え、ドキドキしてきた。深呼吸。一旦 BGM つけるか。おい。あー、ハードル上げすぎだろ。初めまして。初めましてじゃねえだろ。え、アリケンさんってやめろ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 。でっかいアリケンさんですか。やめろ。ビッグゲストのビッグの意味が違ってくるのよ。実物だからそれ。10ラウンドぐらい引っ張ったよこのネタ。間違ってはないけど、ビッグだけど、そのみんなが思ってるビッグとちゃうでしょ。マジでビッグゲストだわ。ガチのビッグゲスト来た。ガチビッグ。わ、アセンダント言ってるしかも。ね、どう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 。おめでとうございます。ウェルカムトゥアセンダント。朝からカロリー高え。まあジェットか。まあ俺がブリンクで入ってエイム君が後ろにテレポして GG でしょ。GG 勝ち。終わったかも試合。アリケンバス来ちゃー。いや、いけっかなー。ちょっと寝起きよ一応。よいしょ。エイムやった、なんか練習。やったやった、さっきやった。じゃあ準備は満タンですね。朝ごはんも食べた。食べた食べた。ご飯何杯食べた。何杯から。あ、2杯なんだ。どんぶり2杯。まあでもみんなが想像してないどんぶり。じゃあ2杯じゃないの。炊飯ジャーを。あ、炊飯ジャー2杯。ジャーごと言ったんじゃない。しゃもじで6個ぐらい食べてるけど。バケモンだろ。消費が追いつかねえよそんな食ったら。いやラムお腹すいたな。納豆ご飯食べたい。俺納得えねえんだよな。ええー。そうなんだよ。太ったには理由がある。何？俺ティラノサウルスみたいな食生活してるんだよ。ティラノ。なるほど。肉ばっかりってことね。そう、お肉大好き。ああ、え、てか聞いて、アリケンさん。ん？牛タンってレモンとか塩だよね。焼肉のタレじゃない？
うーわ、おい、俺唐揚げにレモンかけるやつ、本当にこの世からいなくなると思ってる。言われてるよ、言われてるよ。もう2人でジオやってくれん、その場合はもう。なんでさっぱり行こうとするの。ねえ、さっぱりがいいだろ。油を受け止めろよ。え、じゃあ牛タンは、牛タンは。牛タンってあれだよ、一番油が多いんだぜ、牛タンって。え、何かける、何かける。俺はまあ塩、ネギ、タレ、なんでも。ほら、そうじゃ、ほらね、やっぱ。いやでもレモンはマジでない。マジか、油受け止めきれないよ、ラム。え、あとさ、ラムネさんなんか他にあったっけ、あの俺らが別れたやつ。え、ちょっと俺のさ、あるんだけど一個、いい、うん、いいよ。食の、いやいや、カレーライスとハヤシライス、どっちが好き。ハヤシライス。カレーライス、マジで友達になれない、ごめん。ね、あれ合わないよね、ラムネさん。無理無理、ラムネ、ダメだよ。ダメだよ。おかしいよ。カレーライスは、ハヤシライスはカレーライスに絶対に劣ってるんだから。え、じゃあさ、でもさ、ハヤシライスとカレーライスは別物じゃん。なんか同じものにさ、トッピング系にさ。いや違う、ルーがちげえだけで、あいつらはウリ二つなんだよ。そうなの？材料ほぼ一緒しよ、カレーと。勝ってるぞ、ジェット。毒の壁よ。でもなんかもうやっていける気がしない、このトリオで。ラムネさん絶対少数派だって。ラムがおかしいみたいじゃん。少数派食べる系だ。手を緩めてはダメ。早しライスか。じゃあ卵焼き甘いのとだし巻きどっちがいい？うわー、だし。ほらほらほら、一緒、アリケンさんと全部。やばい。だってさ、これおかずが甘いの俺許せへんのよな。じゃあ目玉焼き何かける？醤油。あ、食べた。俺ビスタ。おい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 。マヨネーズはないよね。リロード。え、だけ？マヨネーズかける、目玉焼きも卵焼きも。え、違う違う、だけ？醤油とマヨならまあ、うん、キャップ譲ったわけ。おいおいおい、お前真っ白いもんに真っ白いもんかけんなよ、お前。ドラッグに分かんなくなるだろ、お前。白くたっていいだろ。あ、ごめん、間違えて買っちゃいました。わぁ、とはラムチは目玉焼きでマヨネーズかけて白飯いくん。お前もう真っ白やん、お前の直感。そうだよ、まあ白波なのでね。白波だけに真っ白です、心も真っ白。なんで純正なのでしょうか。そこに納豆が入ってくるんだ。納豆映えるね、じゃあ白の中に茶色。確かに、納豆映えるよ。納豆食えるのすごいな。俺豆が苦手でさ。なんだ、そう、ピーナッツとかも食えない食えない。珍しい。なん、美味しい、美味しい、美味しいよね。納豆を腐らせて食べる。え、じゃあチョコレートとかもあんま好きじゃない。あー、そんな食べないかもね、俺チョコレート。これ納豆を腐らせてんの。そうだよ、納豆賞味期限切らすんだよ。え、やばくない、腐ってるのに。腐ってるから腐ったって、腐ってるから腐っても食べれるでしょ。お前納豆がかわいそうだろ、お前。かわいそうじゃないよ、だってかわいそうだろ、お前。元々腐らせてんだから。弱ってるところもっと弱らせんのか、お前。そうだよ、激老にして食べるんだよ。マジかよ。禁止だよ、納豆も。死んだ納豆食ってるってこと。禁止の納豆美味しいよ。マジで。うん、あ、でも発酵と腐敗は違うらしい。あー、なんか言うね、それは。え、でもその納豆はさ、うん、発酵を腐敗させてるんじゃない。そう。え、じゃあ良くないじゃん。やめよう。良くない。なんか腐らせたが味出るかなって思った。納豆も多分思ってないよ。毒の壁よ。違かったか。どこにいるか分かって。これまずいな。見る目があるじゃないか。え、めっちゃ似てた今の。地球の銃には興味がないのでね。うまい。一番得意な。最高の銃だ。一番得意なモノマネは？一番魔人ブー。魔人ブーやって。食べちゃお、食べちゃお。チョコになっちゃえ。お前なんで逃げないんだ？おお、似てるの？わかんない。元祖がわかんない。誰だろうな。ラムチがわかるところで言ったら何かな。ワンピースは？ワンピースは、あ、ワンピースいるよ。何？天竜人。なんか選んでるのかな。お前の目はムカつくね。
しもじもの盆栽でひれ伏すがいいえ。めっちゃ似とる。一番自信あるね、ワンピースの中で。おはよう。ほわ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 。プーさんだよ。はあ、プーさんだよ。今行くよ、ピグレット。はあ、どうしよう。プーさん見てるとめっちゃハチミツうまそうよな。ハチミツ食べたいな。結構頻繁に食べるの、ハチミツ。もうエブリデイ。マジでエブリデイだよ、プーさんのハチミツは。ずっと食べてる。マジマスト。いつ開いても食べてる。いつ開いても。あいつの配信いつ行ってもハチミツ食ってんなってなる。もはやプーさんまでない？うん。プーさんって呼ぶ。ディスコの名前変えていい？どういうこと？俺がなどういうこと？俺がプーさん。はいどうも。プーさんにした。プーさんになった。かわいい。本当だ。勝手に変えられるんだ。プーさんって名前だけで笑うのはもう赤ん坊と一緒よ。プーさんになったこの人っつって。うわプーさんだ。オブソップエイムは、うん、名前何にしよっかな。何にしてくれる？スティッチ。スティッチっぽい？スティッチ。じゃあそんなエイムくんのスティッチの声真似まで、3219。スティッチ。あ似てる。めっちゃ似てるやん。お。えいいやんいいやん。できるやん。モノマネなんかしてって言われたらスティッチできるよ。スティッチ誰でもできるやんだって。えできないよ。絶対いいはん。えめっちゃ似てる。めっちゃ似てる。本物いた。パン似てるわ。ワンラムチおはんな。一番似とる。スティッチ。スティッチはね。あいべマイク。平泉をどんどんこれ押し潰していくと。ヘロイズミを必要ならば力を持って全部お前やねほぼラムチえすごい80カットキリスキリスサイファ ー, ファーあとエルボ残り1名ナイスナイスだしんよナイスだしんよよく見とけ学べることもあるはずだやってない落とします食べてないめっちゃ好きなんだけども嘘なんてつかないまた探偵いたのまた探偵いたののクオリティやばい、うん、アリちゃんですアリちゃんです、はい、あばばばばもう集中できただでさえも今脳溶けてるんだけどやめて本当に